あっちでアイスクリーム売ってた気が。ユの心崩壊。バカみてえな顔して、また食ってる。よくそんな甘いもんばかり食えるな。ちょっと恥ずかしいな。お疲れ様です。お疲れ様です。みんなで買い物か。いいじゃないか、楽しんでこい。マキさんも着ればいいじゃないですか、似合いますよ。私は無理だって。ちょっと提案があるんだけど。中隊長改造計画。確かに中隊長のセンスのボーダーラインが気になりますね。私たちで中隊長にかっこいい服をプレゼントしませんか。あ、面白そう。いいですね。お店どこにいますね。中隊長遊ばれてますよ。そうだでしたよ。アイスアイス。いいねいいね、二人とも女の子っぽくて可愛いな。そうだ。実際こんなのでもかぶってくれるんですかね。ズラか、さすがにそれは。これはどうですか。うわあ、そうきたか。ぬいぐるみっぽいのもちょっと難しいかもしれないですね。こんなの似合いそう。あ、近い。くそ、キンモ。なんだよてめえ。キンモい、こっち来んな。あ、楽しい。だもの、翔くんともまた会えるよ。ありがとうございます。みんな本当に大八に来てよかった。ひなわ、お前いい加減にしろよ。限度というものを知らねえのか。申し訳ございません。お前キャップになんて書いてあるか見たのか。いえ、全然目に入っていませんでした。どうしようどうしよう、どうしよう、謝るしか。どうしよう、それどうしよう。どうしよう、私たちのせいでめっちゃ怒られてる。だって本当に着るとは。おお、神よ。しか。はい、自分で買ってきました。素敵。マキ、アイリス、タマキ、シンダ、入れ。バレてる。誰がこんなふざけたことを計画したんだ。3人とも俺のことを思って買い物に誘ってくれた。シンナがやりました。女の人って怖いです。お前はもう死んでいる。